とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日もね、ストーリーを進めていきます。きらぼしラビリンス、初めて突入するね。どういうところなんだろうか、倒せるか、エルゼメキア最後の舞、行きましょう。あ、ミスった。クーカ先輩入れてきた。まあまあまあいいか。お、これはアニメでよく出てくるやつだ。雑魚的なんだね。よし、行こう。ウェルダーが出た。珍しいね。トルーパーがいるみたいだね。まあノーマルのところだからそんなに強くはない。悟空だったら多分強いんだろうな。レベルそこそこ高いんじゃないの。うん、ごく行くのもちょっと楽しみ。右左どっちでもいいって感じか。なるほど、トイレと同じ作りかな。右からでも左からでも行けるっていう、それっぽいな。で、敵は多分全部倒さなくても良さそう。まあ倒していくか一応。お、なんか出た。何、え、初めて。エグゾートソード。ああ、 T ラインの装備か。お、なんだ、ザ・ホームだ。キュービー先輩のやつ出てきたやつだ。え、あ、敵は全部倒さないといけないのか。なるほどね。二手に分かれていった方がいいか。パーティーだと楽かもしれないね、ここ。はいはいはい。ピラミッドと同じ感じだ。よし、いくよ。さあ、どれぐらい先まであるのかな。あんまり長くない方が嬉しいんだけど。早くね、あの T ラインとモモンガーレディの必殺技メダルが欲しいな。次は、あ、特に、おお、これはあれか、ラント君と最後の晩餐をした場所。決まったね。深淵に沈むが、いやー、全然歯応えがないよ。全く歯応えがない敵の。まあそりゃそうか。この前までね、まあ、昨日までかピラミッドをね一人で行ってたから、これぐらいなんてことはないね。おあ、弱っ。レア敵も全然余裕で、これまた反対側にいるんでしょ。全部倒さないと扉が開かない仕様じゃない。あ、いや、違う？わーって言った。で、こっち敵の数はそんなには多くないね。で、ザ・ホーム倒すと開く？あ、開いた。やっぱ全員倒さなきゃいけないんだ。ボス、あ、まだか。でも多分もうボスには近づいてるはず。次ぐらいだと思うけどね。ピラミッドほど複雑ではないからちょっと安心。あれちょっとね、分かりにくいところがあるもんね。はい、行こう行こう。お、ザ・ホームのなんか緑のオーラのやつがいるね。腹減った。よし、俺も腹減ったよ。今ね、夜中の3時です。夜中の3時。でも夜食食べちゃうとね、お腹空くのよね、逆に。なんでここは食べない方がいいな。我慢しよう。おお、いっぱい出てきた。罠か、これは。ここだね。あ、あと1匹いる。順調みたいね。なんか、あれ、いなかった。誰か倒したのか。毛が早いね。
ではこの後ボスか、ボスかもね。エルゼ、あ、そうか、なんかエルゼメキアのなんかシャドウみたいなのと戦わなきゃいけないって情報があったよね。どんな戦いになるんだろう、ちょっと楽しみ。レベルは低いからね、安心だとは思うけども、その戦い方よ、問題は。く、ついにここまで来たか。案外早かったわね。念のため聞いておくけど、私の提案を受け入れるつもりは？くどい。そうよね。提案？何の話だ？気にするな、エイリアンどものたわごとだ。な、エルナ様は地球のことを考えて。しのぶくん、いいの。しかし。もういいの。なんだろう、なんか違和感が。決着をつけるぞ、エルゼベキオ。この星を君たちに渡すわけにはいかない。覚悟するがいい。あれだけ力の差を見せつけられて、ここまで反抗するなんて、あなたたちって本当空気読めないんだから。もう何でもいいから死んじゃって。やられるのはお前の方だぜ。待たろ、行くぞ。来た。どんな感じだ。まずは変身してないでしょ。いや多分弱いよ。さあ、多分誰から知りたいの？弱弱ブルーストリーム3発じゃん。なかなかやるじゃん。まあまあ変身するんでしょ、どうせ。第2段階があるのね。どうだ。まさかここまで力をつけてるなんてね。あなたたちを甘く見ていたみたい。しのぶくん、一度引くわよ。はい、エルナ様。エルゼメキアよ。マゼラ様。その者たちは邪魔だ。今ここで消しておくべきである。しかし、このような連中、今手を下さずとも。私に意見か。何か勘違いをしているようで。お前が何を背負っているのか、今一度考えてみるがよいのである。く、決して忘れてはならないのである。お前の星は我が手中にあること。星？何のことだ。かしこまりました。しのぶくん、ちょっと頼まれてくれる？え？あれは？アマミ、エルナ？もう返さなきゃ。その子をよろしくね。はい、わかりました。解放したのか。だがなぜ？もう必要ないからよ。バカだ。奴は俺たちが追い詰めたはずだ。なぜこれほどまでのパワーが出せる？やっぱりそうだ。エルゼメキアは手加減してた。何？そう、本当は適当に切り上げて時間を稼ぐつもりだった。でもそれももうおしまい。あなたたちにはここで消えてもらう。私の大切なものを守るために。なんてパワーだ。霧隠れランとか。これが最後、もう後には引けない。変身。
ディアライア。マゼラ様、この命に変えてもこの星を手に入れてご覧に入れましょう。どれぐらい強いの？まあ377か。え、なんだこの目の前にいるコントローラー持った男は。ああ、俺の仲間か。やつの分身か。え、周りを倒さないとダメージ与えられないかと思いきや、全然そんなことなかった。いや、弱い弱い。こんなもんか。はい。おお、エルゼメキアのメダルが出た。ノーマルだからまあこんなもんかな。極だったらもうちょっとね歯応えがあると思うけど、全然大したことないよ。エルナ様。く、さすがだな。私の負けか。エルゼメキアよ、お前は我が家族の仇。私は私から全てを奪ったお前への復讐をここに遂げさせてもらう。私がお前から全てを奪ったのか。なぜだ。なぜ UFO を見ただけで家族が殺されねばならなかったのだ。あの UFO はネビュラドライブという星間航行システムを積んだ新型だった。ネビュラドライブ。地球の文明レベル調査が不完全だった我々は機密保持のため念のため処理した。恐れながらマゼラ様、わざわざあの家族を殺さずとも彼らに航行システムの構造が理解できるはずもありません。私は万全を期すのである。念のため処理せよ。は、念のためだと。そんなことのために父を、母を、マリナを。ラント君、お前だけは絶対に許さん。待って、ラント君、彼女を殺しちゃダメだ。マタロ、気づいたんだ。彼女は彼女なりのやり方で地球を救おうとしていたって。ただ侵略するだけなら僕らはとっくに負けてるよ。確かに、世界中に向かわせた UFO を僕たちにぶつけない理由はないはずだ。マゼラを怒らせて地球が消されないようにギリギリの綱渡りをしてたんだ。違う。何を言っている。玉だ、血迷ったか。それだけじゃない。ティーラスが見せてくれた。なんだと。エルゼメキアは氷星という雪と氷に包まれた星の女王だった。そしてそこに住む人々はとても平和に暮らしていたんだけど、氷星にもマズラの侵略の魔の手が及んでしまう。彼女は自ら軍を率いて必死に戦った。民を、愛する人々を守るために。だけどマゼラの力は想像以上だった。戦いに敗れ故郷の星を人質に取られた彼女はマゼラの配下になるしかなかった。そんなことが。やつに戦わねばならない理由があったということか。エルナ様、同情などいらぬ。私は故郷の星のために地球を襲うと決めたのだ。お前たちとて自分の星のために戦っているのだろう。ならば迷うことはない。その刃でこの胸を深く貫くがいい。お前の事情を知った以上戦うわけにはいかない。役立たずだ。ならばお前はもう用済みだ。そしてお前の星もな。さあお前も私の力を受け、無くなる魔人と化すのである。なんだ。聞け、霧隠れラント、
何？でなければ私の体はマゼラに操られ殺戮の魔人と化す。ダメだラント君、彼女を殺さず助ける方法を探そう。そんな時間はない。私はせめて人として死にたい。ただ殺すだけの化け物になど私はなりたくない。頼むラント、私をマゼラから解放して。ダメだ。ありがとう霧隠れラント。お前の願いも悲しみも全て受け止めよう。私にもお前のように最後まで戦う勇気があればこれで全部終わりか。でもなんかあったかいな。どうか無限の邪悪マゼラを打ち倒して、さよなら勇敢なる星の者たちよ。あの子か、いいな。でも私はぽっちゃりの方が好きかな。エルゼメキア、お前は。エルナ様、僕はあなたのそばで働けて幸せでした。エルゼメキアもまた犠牲者だった。彼女も地球を襲うしかなかった。助けてあげたかった。もし僕が同じ立場だったら彼女と同じことをしたかもしれない。ああ、俺もだ。黒幕を打たねばな、奴のためにも。本当の敵はマゼラ。マゼラを討ち、エルゼメキアの無念も晴らす。こんなの許せねえ。マゼラ、絶対に倒してやる。なんだりゃ。ついに来てしまったか。ティーダス、あれは何なの。あれこそがマゼラの本体だ。邪悪な意志を持ち、星を食いながら移動する恐ろしいブラックホール、その名も星食いのマゼラ。星食いのマゼラ。じゃあもしかしてナユさんがいたアンドロメダオス星を襲ったのも。ああ、そして我が故郷タイトロン星も塵一つ残さず食われたのだ。私が地球に逃れ君の体を借りているのも全ては奴に一矢報いるため。なんだお前。控えろ下等生物ども、この方を誰だと思っている。我が名はマゼラ。お前がマゼラ。けどよ、本体はブラックホールなんじゃ。あれは本体からコントロールされている、いわば分身だ。地球を侵略し私にスターエナジーを供給するポータルにしようと思った。面倒になったら処すことにした。なんですって。
この星もだいぶ恐怖に覆われました。そろそろ食べ頃でございましょう。さっきから聞いてれば殺すとこどっこい。俺たちはお前になんか絶対に食われない。諦めろ。どれだけあがこうとマゼラ様に食される結果に変わりはないのだ。お前たちの絶望という調味料がこの星をさらに美味しくするのである。食われるのでせいぜい恐怖するがいい。どうしよう。このままじゃ地球が食べられちゃうよ。だけど相手はブラックホール。大赦もしようが。なんとかなるかもしれない。え？みんなには黙ってたけど、私、ある国家プロジェクトに参加してたの。星を食べながら移動するブラックホールの存在はかなり前から予測されていた。だから、ブラックホールをも消滅させられる最終兵器の開発を密かに進めていたのよ。なんだよそれ、すげえじゃん、吹雪。じゃあ、なんとかなりそうなのか。ええ、今連絡があったの。最終兵器、破壊ヤー DX が完成したって。なんと、地球の科学力がそこまで進歩していたとは。破壊ヤー DX はグラウンドに移送中。発射準備はすぐに整うはずよ。マジかよ、こりゃ希望が見えてきたっしょ。さあ、みんなで破壊ヤー DX の発射を見届けるわよ。ああ、破壊ヤー DX が消えた？嘘、なんで？うまくいかなくて残念だったな。その声はマゼラか。やはりお前たちの希望はあれだったか。まさか破壊ヤー DX の存在がマゼラにバレていたの？そんなはずない。私たちは誰にも知られないよう細心の注意を払って。その通り。だが人の思考を読むなど私にはたやすいことなのである。心を読まれただと？絶望に染まった良い顔だ。パーフェクトな比類なき絶望は希望を失った時こそ生まれるもの。もっと恐怖しろ、絶望しろ。そうすればさらに味は高まるのである。もうすぐ、もうすぐだ。もうダメだ、地球はマゼラに食べられちゃうんだ。まさかこんなことになろうとは。諦めるしかないというのか。くしょう。ジンペイ君、こんな時、怪奇人間ベロンのベローダ師匠みたいな人がいれば。そうだよ、マゼラにも負けないすごいパワーアップをさせてくれるのに。師匠！あれ、師匠といえば。私を呼んだか？
ょう。なんと。え、コマくんもぬらり師匠を知ってるの？ジンベイくんも？ああ、妖力のことはぬらり師匠から教わったんだ。でもぬらり師匠が自分と会ったことは誰にも言うなって。それ僕も同じだよ。だからお互い知らなかったのか。先代、お久しぶりです。長い間おそばに参れず申し訳ありません。そんなことは気にするな。よく戻ってきてくれた。師匠、学園長ともお知り合いだったんですか？ああ、気の遠くなるような、遥か昔からな。しかし、なんという偶然。これも天の導きかもしれん。諸君、ここで学園の隠し機能ならぬ、学園の隠れ理事長を紹介しよう。俺が Y 学園理事長の閻魔台俊介だ。あれは閻魔大王。大王様、完全復活おめでとうございます。ようやく生命エネルギーが満ちてな。閻魔のおかげだ。早速だがヌラリオ、やるべきことは分かっているな。御意。妖怪ヒーローの戦士たちを、破壊や DX を失い、人類に残された希望は失われた。だが敵が勝利を確信している今こそ、パワーアップを図るチャンスでもあるのだ。おお！三つの Y サークルに特別な修行場を用意した。かなり厳しい内容だが、お前たちなら乗り越えると信じているぞ。なぜ Y サークルなんですか？妖力が集まりやすく、修行に最も適した場所だからだ。そういう風に俺が作った。そうだったんですか？とにかく我らの特訓を受け、スーパー Y 戦士へと成長するのだ。準備ができ次第 Y サークルに来い。すぐにでも修行を始めるぞ。イエスター！はい、ということでストーリーやっていきました。エルゼメキア仲間になるかなと思ったらならないのか。いや、後々生き返って仲間になるとか、まあまだ分かりませんね。またね、ストーリー進めていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。